正則の活躍もあり、秀吉は賤ヶ岳の戦いで勝利し、信長の後継者の座を確実なものとした。これに対し信長の次男信雄は徳川家康と組み対立を深めた。秀吉家康両雄は各々の大軍を率い、小牧長久手の地に参集、ついに決戦に及ぶ。秀吉の天下を見るため石田三成、加藤清正、そして福島正則は互いにぶつかり合いながらも一つの道を突き進む。さあ来たこれ狸狩り、次期の天下は俺が守る。第2話小牧長久手の戦い、赤字から湧いてきたぜ。よいか皆、敵はあの家康、兵力で勝っても出すぎるな。奴は野戦に長ける。ふん、頭でっかちが分かったようにペラペラと。つうかてめえは、出すぎたバカは必ず転ぶ。自重せよ。しかも向こうは信雄を擁し大義も得ている。頑張らないとな。きっとバカの頭じゃ太刀打ちできない。頑張ってね三成。まあ俺の頭に限っては問題ない。出来が違う。まあ頭に限らずいろいろな。なるほど、さしずめバカと大バカとどうしようもないバカってとこですかな。なっご心配なく、三人揃えばバカ力が出せますよ。うえきた、行くぜ。まっすぐ俺たちの道を、俺たちの未来を目指して。さあ天下に一番近いのは秀吉様だ。ここで家康を見たら、それは不動のものとなる。さあ家康は俺が討ち取ってやるぜ。さあ行ってくれ。左近、長久手砦へ向かえ。徳川の本拠を岡崎城の目の前にデーンと陣取って、家康殿に揺さぶりをかけ、敵を取り戻しちゃうんさ。進め。この策の成否が戦を引いては天下を決する重要な役だ。そこの敬語お前に任せ。おじき、俺に任せてください。おねね様、手はず通り。気を抜かれ頼みだけど、きっと成功してみせる。何するんすか、おねね様。俺はハブですか。作戦開始。先のためにもう一肌脱ぐぜ。槍の又田の風、超頼もしい。これも敵とのガチの喧嘩があってこそ。秀吉さんに過度な期待はしておらん。
ジッカチ、あとで覚えてろ。戦略の用地小牧山を先取りし、ガッチリ固めてる。さすがは、家康ってとこですかね。用地なんて奪い返しゃいいんだろ。そんで、この戦の天下も全部、おじきのもんだぜ。さてと、敵さんが動くといいんだがね。開門！長くて砦が奪われたと。本拠岡崎城が危うい。岡崎城を脅かさないよ。足自ら動くようになるか。戦術的に兵力分散の下策と知りつつも前線を押し上げる。わしらも前に押し進んじゃ。キヨマサヤ、おねね様を忍び込ませるなんてや。うるさい。おねね様、門の解除をお願いします。どうしよう。取り合いで半蔵が目を光らせてるよ。これじゃ取り出の門を開けられる。バカ、ハッパ。責任は取れ、マサヤ。そこを忍び寄る。やってやれ。今回の戦、家康君とわし、どっちが勝ってもええ。どっちが勝っても天下の決心だよ。なんせわしおじき、何言ってんすか。お見事。なんでだ。お見事。なんでだ。Yeah!
ったぞ。はい、もういいや。あんまり調子に乗んなよ、バカ。家康は食えぬタヌキ、生かしておいて利はない。よっしゃ、タヌキ狩りは俺に任せる。鉄将マサノリの暴走に敵も引き気味だな。こねてねえで、殴り合えばいいんすよ。その時は頭で上司に叩いてあげてね。ありがとね。原稿やれや。
相手の気合や思いが分かれ。面白きこと本気で参るぞ。秀吉殿の世、喜んで支えましょうぞ。さあ、ガチで喧嘩すりゃこんなもんだぜ。揉め事は全部この喧嘩奉行正則にお任せよ。さあ、ガチの喧嘩で